皆さんどうもピーマンドです。今回はクライマックスシリーズファイナルステージ第3戦目プレイしていきましょう。勝てば次に進み、引き分け負けだと終わりです。さあどうなる、どうなるというか、頑張って勝てるようにやっていかねばならぬね。絶対勝たなきゃダメな試合、先発は菅野、エースに任します。お前で打たれて負けたのであればもうそれは仕方ないよ、受け入れるよ。でも負けたくはない。打線もねまた変更してですね、今日は浜口が左ということなので、左に得意なやつを上位に置いて、まあいつもとはねだいぶ変わりますけども、もうこれで行くって決めたんですけどね。で今日は筒香が絶好調、宮崎も調子がいい、あーやばい , 笑っちまうよ本当にね。いやでももう今日は、まあ、正面からぶつかってやるしかないと思いますので、逃げません、うん、申告敬遠もしません。した結果負けたんで、苦い思いしたんで、ならもうええや、当たって砕けろの精神で行きましょう。勝負して打たれて負けたのであれば、それが現実であり、結果ならば受け入れるしかないんや。でも逃げた結果負けるのはダサいからね、もう申告敬遠今日の試合では一切しません。約束しましょう。勝負する。エースと4番。どういう対決になるか見ものですね。まあ、取られたとしてもこちらがその場合取れば勝てるんだから、浜口を攻略していこうよ。さあ来い、プレーボールだ。やるぞ。今日はため息とか悲鳴とか発狂とかいらないからね、本当にいい意味の悲鳴も必要だし、いい意味も発狂も必要だ。いい意味でよろしく。いつもとは違う、悪い意味のやつじゃない。当ててもヒットがあるのが赤羽の総力なかったね。はあ、今日はそして2番に中井起用ですからね、左に得意な選手なので、まあ普段はあまりね上位で使うような選手ではない。まあいつもはね赤羽、秋山、坂本という並びなんですけど、今日は変えた結果、いい打球もアウトならば意味がないぞ。当ててヒットにならない。もう2戦目からそうなんだけど、この辺の打球が全部落ちないんだよね。こっちの都合悪く、相手にとって都合がいい。さあ問題の1イニング、初回からこれやばい試合になるかもしれないからね。まあでもさっきも言ったけど、今日に関してはもう申告敬遠はせずに当たって砕けろ精神でこの試合に臨んだんで、エース菅野で行く。本来ならば2戦目勝ってね、この男を CS ファイナルの第1戦目大切な試合に迎えようと思ったんですが、まあ、そういう展開には残念ながらできなかったね。ここで菅野を使う。トップバッターは桑原。よし、第2球投げました、低めボール。テンポよくテンポよく筒香を迎えて、そのテンポの良さで筒香を抑えてみましょう。三振完璧。いやーね、こういうピッチングを筒香の時にできたらいいんですけどね。いや、してるつもりだよ、完璧な入りはしてるんだよ。でも完璧に入ったとしても、その完璧な球を弾き返されてホームラン打たれて無様に負けて泣き顔さらしたのが前回の俺だ。今日はどうなる、どこから入るのが正解なのかっていうのが分かんないんだよね。アウトコースから入ります、打たれます。インコースから入ります、打たれます。だからストライクゾーンに入ったら打たれるよ。で今日に関しては絶好調ですからね。この2試合絶好調ではなかったのにボコボコにされてる俺が絶好調の筒香に挑むとどうなる。やります、逃げません。うーん、これは切れるわよ、合い切れたけど初球からこれ。前の試合でアウトローの完璧なストレートを打たれたから、じゃあ以外に攻めてみようって思ったらこれで。どうすんの、どこ投げんの、わからん、逃げんでも。ストライク取れたね、よかった。いやもう本当この試合勝つ以上の価値が今あると思うよ、あの1球にね。スライダー、おっ、バーナーも何をしているんだ、もう抑えられてるじゃないか、もうこういうのやめろよ。筒香を抑えたかなと思ったら、ほんで次の宮崎もこれですからね。もう本当終わっておかなきゃダメな、イニング余計なことしてくれたで、これ謎のボール判定ありがとう。でも抑えよう。うわーもうストライク入らん、ふざけんな。なんでだよもう、審判謎すぎるわお前の判定。もうしゃあないですね、これは勝負した結果のフォアボールですから、まあ、こうなったらしゃあないわな。モードを抑えるしか、後続を。はい、その結果の中井が取ってアウト。結果ゼロも初回からヒヤヒヤっすよ。本来なら筒香で終わってるとこなんですけど、ああいう守備ミスはなくしましょう。
なんで吸い込まれるような打球と真逆の方に行くんだよ。何があんだよ俺の動く先によ。毎回気になるわ。行ってみようかな。そのまんま打球と逆の方、何が起こるんだ。ゲレーロさんの打球はこれもね、ちょうどよくセンターのいる範囲に飛ばすんで、達人ですよね。人がいるとこにいる達人、飛ばす達人。でも人はスタンドの方がもっといるよ。お、密集してるとこには打たないんだね。相手の守備位置ちょうどに打つから。ゴルフみたいにね、なんかここに飛ばしてくださいみたいな感じのルールになったら、野球が俺多分ナンバーワンなれるんじゃないかな、マジで。ナンバーワンプレイヤー、何億円プレイヤーになれるよ。世界で有名な選手になるかもしれない。そういう自負がある。さあ、ワンアウトランナー一塁、デッドボールでの出塁や逃すな。あ、今日は一塁に宇佐美起用なんでね。ほんでキャッチャーは小林、菅小葉で行っているんだが、いや、ミートチン切り替えよう。第4球を投げました。臨機応変に対応しないとね、こういうシーンは。次は5球目した結果の落ちるっしょ、落ちるっしょ。いや、もうね、ちょっとね、なんかおかしいと思うよ。始まりから全部取れないでしょ。これはどうだ、落ちるか。落ちたけどバラの走力では帰れんわな。足があるってものすごく重要なことなんだよね。あれば帰れてるから。そして次の小林にもある。もう小林で打とう。ラッキーボーイだ。2試合目はね、宇佐美スタメンだったので出場機会はなかったが、その結果惜しい、仕留めたかった1球だ。投げました。できる、小林ならやれる。第4球を投げた。直球目、追い込まれて、いや、ミート打ち室ね。ここは切り替えて、次は5球目投げた。三振。もういや、宇佐美の打球が落ちてて、バラーにもう少し走力があればたられば意味がないからやめましょう。結果ゼロが並んだんだからね。よし、来た、ハカハネヒット。ここだね、ここだね、ここが繋がれば巨人は無限大に得点が入る。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。第2球投げた。いや、もうそこでだから完璧なゲッツを打つのであれば負けて当然。何の疑問も質問もありません。クエスチョンマークもありません。完璧なゲッツ打ちたくてさ、中井を上位で使ってるわけじゃないの。君が一番理解してるだろう。なのに君は打つんだね。ならば仕方がない。この結果を受け入れて、次の裏のイニング、大和、トゥトゥゴ、宮崎のとこを迎えるだけだ。1戦目2戦目、ここは勝負を避けていた。しかしもう勝負は避けれない。その時代の中生きてるんで、もちろん勝負です。その結果痛い目見てもそれは仕方がないよ。まあ、1打席目は結果ヒットですけども、内容では抑えていく。うん、ファーストストライカー怖いんだよね、取るのがね。投げた、見送ってボール。第4球はスライダー。いやー、なんでだー、意味わかんねー。今のボールはないだろお前。よしよし、入った入った。にしてもフルカウント、変わらないピンチは。スローカーブで投げた。昔のトゥトゥゴーさんは振ってたよ。宮崎、前作の筒香さんが懐かしいわ、恋しいわ。振らなくなっちゃってるんで、僕の知らない人になっちゃった。田舎の子が都会に染まったって感じですね。君誰だいっていう、変わりすぎだろうね。よっしゃー、宮崎三振。初ですよ、ファーストステージ CS でね。いや、なんなら今シーズン初かもしれない、そんな感覚。いや、でもこの安堵感に溺れて打たれたら意味がないからね。打たれないように。あ、これもボール、ありがとう。抜けてゆく、だから打たれんなっつったじゃん。もう意味ないんだぞ、意味ないんだぞ。それを誰よりも理解しているから抑えよっつってんのに。ロペスを乗り越える。いや、なんでだよ、もう。次は4球目打ちました。早を帰らせて頼むから、もうグラウンドに立ちたくない投手として。三振。結果ゼロが続いてるだけですね。一つ歯車が狂えば、あ、もうそれは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 もう恐ろしい。山が噴火し、地は揺れ、天平地が起こるよ。さあ、最終的にどっちが先に取り、
どっちが勝つんでしょうか。わかりません。試合展開からちょっと予想できないわ。まあでも相手が取る率の方が高いでしょうね。なんならこのイニングに。よし、三振。いやちょっとね、このスローカーブがちょっと武器になるので、これだこれだこれだ。もっと昔のパワープロはスローカーブ振っててくれてたけどね。昔というか前作ね、2017ね。いやペナント動画上げてるんで見てみてくださいよ。実際めっちゃ振ってますからね。スローカーブで俺全部仕留めてきてるんで。もちろんね、作品が変わることによって何が抑えれるか何があれかっていうのは変わってくるけども、露骨に変わりすぎないような気がする。さあランナーは得点圏に移動し、うわーで右打ちは抜けて、そしてホームは行かないにしても、2アウトランナー1塁3塁。4イニング連続のピンチっす。ここはもう無理っすかね。いや次ヤマトなんで、外野前進でやるしかない。おい、ナイス。打つ気満々だったね。前にストライクいっとったら打たれた。下意味ない。やん、外野前進。はい、先制点を許す。ヤマトにね、ヤマトにね、ヤマトにね。いや、筒香よりもヤマトにやられてるよ、2試合目にしたってね。あ、これ抑えられないんだもん。何これ、打つヤマト。なんで阪神これ FA で手放したの。ばっかでー。さあ、筒香、逃げません。申告敬遠はしないっつったろ。勝負するんだよ。その結果打たれても悔いはない。ない。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。超えちゃった。電光掲示板超えちゃった。そんなホームラン見ちゃった。打たれちゃった。一気に離されましたね。はい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 。まだイニングはありますから、諦めずに頑張っていきましょう。ゴー、ラストイニング。ピッチャーの変更はないですね。このまま浜口で完封、安明を出すまでもないということでしょうね。まあ点差考えればセーブシチュエーションではないので、出てくる方がおかしいわな。まあでも安明ジャンプしたかった観客はいるんじゃない、このガラガラのハマスタの中にもね。まあそういう方には申し訳ない。俺たちが弱すぎて安明すら出すことができなかった。そんなやつが3位だからね。3位と2位の間は大きな差を感じるね。投げた、打ちました。これは流してヒットになるでしょう。さあ5点差をひっくり返すイニングになるのか。中井さんは今日は 3-0、 2番起用があだとなったね。そしてここでもパーフェクトゲッツー。本日2本目、ありがとう中井。大丈夫、気にすんな。お前はいいやつだから、いい場面で打ってくれるからね。はい、秋山すぐ終わってゲームセット。4年連続 CS の舞台で散ることになりました。それも同じ相手横浜に敗れてね。まあ先も言いました、毎年の恒例行事が今日も行われて、皆が納得した展開になりましたでしょうね。1戦目巨人が勝った時はね、どよめきが起こってたと思うんですよね。まさか毎年恒例のあれがなくなるのかと、他球団ファンはヒヤヒヤしてたでしょう。でも憎き巨人をね、ここで敗れるとこっていうのを見れたので、まあこの CS に勝ち上がれなかったファンのみんなも喜んでるんじゃないでしょうかね。あんだけ補強したのに負けるんかいっていう、クソダサいですよね。でもクソダサいのが俺が率いる巨人なんで、はあ、しゃあないだろ。うん、でこんなクソダサいのもみんなご存知だろ。おお、そして3位のロッテが下克上を起こして西武を破って次のステージに進出しましたね。あっそう、パリーグのチームは3位のチームが次のシリーズに進出したのか。まあこれちょっと結果として気になりますね。これからクライマックスシリーズ、ファーストステージの戦い、ファイナルステージの戦いがね、セパともに始まりますので。まああとは観客です。負けた者としての目線で、これから試合の方を眺めていきましょう。やるべきことは残ってませんのでね。で、上根野さんここで復活しても意味ない。ね。シーズン最後の試合で怪我しちゃったね。CS 絶望で出れなかったんだよね。ほんで、ファイナルに進んでおけばちょうど出れたんですけど。まあ、残念ながら。まあ、いたとしても、上根野の出番っていうのはありませんでしたからね。上根野が出てくる前に試合が決まっていたので。で、アマダーも打撲から復活も意味がない。ま、でもいいんだよ。別にね。気にしないで。はい。これから CS の戦いが始まりますので、ゆっくり見守っていきましょう。まずは第1戦目。DeNA が広島を破って、これでアドバンテージ含めての1勝1敗で並びましたね。
広島からしたら一勝分のアドバンテージがあったからね、それを守って連勝で決めたかったところではあると思うんだが、第2戦目はどうだ。ここでは広島が意地を見せましたね。広島は今季横浜勝ち越している球団なんでね、まあ、レギュラーシーズンの戦いの結果を見る限りでやっぱ広島が先に進むんじゃないかなと僕は予想しますけどね。そして第3戦目、横浜が勝ってこれで2勝2敗ですよ。五分五分の対決をしてますね。ちなみにパリーグの方はちょっとどうなの今のところね。1戦目ロッテが勝ち、あ、2戦目はロッテ勝ったんだね。ほんで3戦目にようやく、ソフトバンクが勝って、これで互いに2勝2敗ですね、セパともにね。わあ、これちょっと3位のチームが下克上を起こして横浜とロッテの対決になるかもしれない。さあ第4戦目ですか。今日は結果広島横浜は引き分け、なんとソフトバンクをロッテが倒してこれでリーチをかけましたよ。だからこれ広島もまたリーチかけてるんじゃないかな、引き分けたことによってね。アドバンテージ分を含めると引き分けだと広島の方が有利になりますからね。これだから次広島、が勝てば決まるかな。どうだ結果は。いや、横浜が勝ち、そしてパリーがロッテが勝ったのでロッテが進出ということになりましたね。わお、ロッテ日本シリーズ進出ってあの2005年だっけ、阪神以来じゃないの、あの伝説的なね日本シリーズ、あれ以来の進出なんで、もしかしたらまた伝説的な日本シリーズになるかもしれないね。さあ決着はこの10月18日のマツダスタジアムで行われる広島と横浜戦、勝った方が次に進みます。広島は引き分けでも次シリーズ進出が決定ですから、結果どうなる。横浜が勝ち、これで4年連続日本シリーズ進出ですね。今季優勝こそは逃したけども、結局お前らが行くんかい。毎度おなじみの顔ぶれや視聴率めっちゃ低そうやね、この戦い。誰も見ないでしょ、興味ないわー、おもんない対決やな。野球ファンは興味あるかもしれないけどね、かつてはねもうドベ争いをしていた2チームですよ、数年前まではね。ただそっからこうやって急成長を遂げてこの2チームが日本シリーズの戦いっていうのはちょっと予想できないですけどね。まあ、その予想できない戦いが今から始まるので、これまたもう観客として1試合1試合見守っていきましょうよ。どっちが勝つんだろうな、どういうスコアになるんだ。まず1試合目どうだ。横浜が4対3で破ったね、接戦だね。いや日本シリーズにふさわしいよ、あんな阪神とロッテの戦いみたいにね、一方的にみたいな展開は一番日本シリーズで面白くないからね、これが一番美しいわ。そして第2戦目、またも横浜が勝ち、ここは接戦ではないですね、6対1の点差相手の横浜。もうこれ横浜が圧倒的に決めんの、ほんと面白くねえなこれ、誰も見とらんぞ。一桁連発やね、視聴率ひでえなこれ。で続けてこれからハマスタに戻っての3連戦、まあ早ければ第4戦目には決まりますからね。第3戦目の結果は横浜が9対6で勝ち、さあと1勝で横浜の日本一が決まります。どうだ結果は。あーい、ロッテ久々の日本シリーズ進出も、この最強横浜の前では何もできなかったね。まああの阪神とロッテ並みとは言わんが、なかなか悲惨的な日本シリーズということになりましたよ。一度も勝たせてくれないんだからね。年間表彰式、まずはタイトル誰が受賞したのか確認していきましょう。結構いると思いますけどね、どうなんでしょうかね。まずはベストナインから、あー菅野智之が取りました。キャッチャーは小林ではなくて森口という中日の選手ですね。それ以外でベストナインを取ったのはゲレーロ、外野部門でね、2人だけか、もっと取れてもいいと思うが、まあライバルが手強すぎたな。ゴールデングラブに関してはまたも菅野が受賞で、そして外野手で秋山が受賞ですね。で個人タイトルはシーズン MVP 三冠王の宮崎、異論も文句もないでしょうね。ほんで今宮が首位打者かい、わお、パリーグもなかなかおかしなことやっとるぞ。で沢村賞は東浜ですね。巨人の選手が取れたタイトル、あ、いましたね、菅野が最優秀防御率、最多奪三振、そして最優秀中継ぎ土井が獲得してますから、無冠で終わることはなかった。ただ野手に関しては何も取れず、まあライバルが手強すぎるんだよこの場合はね。で次の年も続きますか。現在このペナントは4年目、そしてね継続年数っていうのはまだ26年残っているわけですから、何も成し遂げてない巨人、ただただ A クラスになって CS で負けている巨人をここで終わらせていいわけっていうのは当然ありませんので、次の年も続けていきましょう。はい、
じゃあ今回の動画はこれにて終わりにしてですね、次回皆様お楽しみお待ちかねのドキドキワクワクのオフシーズンをプレイしていきたいと思いますのでね、次の5年目につながるような補強というのをまたここでえげつなくさせていただく予定ですからね、いっぱいにたくさんにおっぱいに選手を取っていきたいと思います。次回から始まるオフシーズン実況お楽しみにで、ここまでご視聴ありがとう。グググググバイ、またおう。